東京競馬第10競走ユートピアステークス3歳以上1600万条件牝馬の限定戦です芝の 1600m17 頭で争われます係員が離れます体勢完了スタートしました綺麗に揃いました先行争いに入ります間から体勢ハニーあるいは光るアマランサス さらに北斗グレインが行きますか北斗グレインが先頭に立ちます、それを追って金年リベルテ2番手に上がりました、内からはラフレッシュブルー、その間から光るアマランサスが4番手、アイアム・ネオ、パール・シャドウと続きます、その内からラッド・ラーダ、好位の直後、そのお勤めからはカレイ・ジャスミン上がっていきました、大勢ハニーガスの後ろ、あとは一馬進中段の位置、内からミンティアそれをかわしてブリト・マルティ下がっていきます、ヘブンリー・クルーズ、さらにフォーチュン・ワード、その後ろに一馬審差、勤めからランペイヤ。あとは一馬審後方3番手、スペシャル・フロート。 アロマキャンドルが行って最高峰追走4番アスクデプティ。 各馬第三コーナーを回っていきます。結局北斗グレインが花に立って一馬身のリード。カネトシリベルテ二番手です。あとは一馬身三番手固まっていますが間から光るアマランサス。うちはラフレッシュブルー。カレイジャスミンが外三頭一段。その直後にアイアムネオストにはブリートマルティス。パールシャドウと続きます。その後ろにヘブンリークルーズ。そのうちうちを追いて三番のラッドラー脱衣槽残り六百を追いたスからランペイヤ進ンして四コーナーから直線に入りました。北斗グレインが先頭リードは二馬身ぐらい保っています。カネリベルテ二番手。そのうからラフレッシュ ブルー残り400を追加、外からアイアム・ネオ、その外に光るアマランサス、その後ろにラッド・ラーダ、前がちょっと塞がっているか、その外からは大勢ハニー、カーレイ・ジャスミン、一番外をついてはランペイが突っ込んでくる、さあ、光るアマランサスが抜けて、それを追ってラッド・ラーダ追ってくる、坂を駆け上がる、光るアマランサスが先頭だ、そして外からラッド・ラーダが差を詰める、ラッド・ラーダ、光るアマランサス、そしてうちは北極レインとラフレッシブルの争い、ラッド・ラーダ先頭、ゴールイン。勝ったのは3番、ラッド・ラーだ。